ケラウンド7。こんばんは。タイトルで寝落ちですが、そろそろ焼きそばについて一言言っておきたくてやってまいりました。よろしくお願いします。やったこと塩井博です。ウェブ開発、ウェブ制作者のためのギターの曲を使ってください。よろしくお願いします。7月にアマゾンさんに投げ売りされてですね、おかげさまですごく売れたんですが、全く儲かりませんでした。この LT はネットで生まれネットにつながって株式会社ドワンゴの提供でお送りいたします。ドワンゴはですね、これ WebDB プレスとかですね、技評さんの書籍のですね、表紙についた、広告なんですが、ドワンゴはウェブだけの企業ではありません。 WebDB プレスみたいな、よく載せてくれたと思ったんですが、ドワンゴではウェブエンジニアをはじめですね、ハードウェアエンジニアとか 3DCG エンジニアとかいろんな人を募集していますので、ぜひ興味がある方はこの URL からコンタクトしてください。もしくは僕に直接コンタクトしてくれればちょっといいことがあるかもしれません。はい、お約束のやつでした。で、僕がここでこの画像を出す意味が分かる人、はい、ありがとうございます。分かんない人は後でドワンゴを焼きそばでググってください。CTO とですね、技術顧問の人が寿司を食うなどの対談をしましてですね、その結果、僕の友達が焼きそばについて記事を書きましてですね、ネットではいろいろ盛り上がったわけですが、それについて一言言いたくて、このステージに上がったわけですね。この記事についてガタガタ言う気はありません。とりあえずですね、僕の所属するドワンゴという会社で今何が起きているかの報告をしたいと思います。これね、金曜日、昨日のことです。これ別に煽りでも何でもなくて、弊社同好会活動が盛んでですね、その中に料理研究同好会というのがあるんですが、それが定例の活動をしました。オフィスの近くにあるですね、公民館に、キッチンがあるところがあってですね、そこはいつも借りてやってるんですよ。で、昨日はたまたま同好会の活動で料理をしました。こういうメニューを。ちゃんとね、花まさで麺とか肉とか買ってなかなか美味しくできたらしいんですよ。で、もちろん食べきれないのでこうやってパッキングしてですね、公民館からオフィスにデリバってですね、こういう形で売ったんです。したらね、結構売れたそうです。これが現状報告でした。あとね、もう一個で言いたいことがあって、僕やってきた、これお詫びと訂正です。本当に申し訳ない。焼きそばの話をしていたんですが、焼きそばではないっていう話はさっき昼間、僕の上司の清水さんやった、清水さんとかちょっとチャーハンを作ってたって言ったんですが、本当は違う、チャーハンではないんです。本当ごめん、本当に僕の上司の不手際をここでお詫びして訂正します。エンジニアが作ったのはあんかけチャーハンだ。この当時の僕のチームメイトである部下が実際にやって心に傷を負ったんだが、彼は今でも元気でドワゴンにいます。というわけで、そろそろ焼きそばについてと一言、何を言いたいかというと、ドワゴンというのは良くなっています。焼きそばを言っています。